どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。本日はですね、こちらのビデオデッキを引き取らせていただいたので、紹介してみたいと思います。どういったビデオデッキかというと、こういったですね、DV テープ、これがスタンダード DV、 そしてミニ DV というものですけども、こちらのテープに対応したビデオデッキになります。簡単な状態チェックとですね、どういったものかですね、紹介していきたいと思います。今回紹介するのはパナソニックの NVDV10000 というビデオデッキですね。発売された年が確か1999年とかだったと思うんですけども、当時の販売価格でいうとですね、36万円、かなりの高級機種ですね。これビデオデッキなんですけども、どちらかというと編集をする機能がかなり入っているみたいで、なのでこう編集機の割合の方がちょっと強いかもしれないですね。で、状態でいうとここの蓋がね、もうなくなっちゃってるんですね。引き出しの状態ですね。で、ここもね、引くとこういうのに開けることができます。で、この真ん中の部分もですね、ここのボタンを押すとこのように降りてきて、操作部分、そしてテープの入り口ですね、これが出てきます。基本的にテープの操作をしたりする部分は、ここのボタンになるんですけども、ここの部分がですね、取り外しできるんですよ。この、側面のこの横にね、ちょっとボタンがついてて、こんな感じで取れるんですね。基本的に使うのここですよね。再生とか停止ですね。ジョグダイヤルとかありますけども。あと、こう、表示のちょっと切り替えたりとか、メニューとかですかね。一応これ、電池、単三電池2個がですね、ここに入るようになっているので、それさえ入れてしまえば、このように離した状態で操作することもできるみたいです。ちなみに、裏のケーブルでいうと、このようにコンポジット、S 端子ですね。こんなのついてますね。で、本当はですね、別でリモコンがあるんですけども、そちらが欠品しているということなので、オプションのメニューが使えない状態なんですね。これからちょっとテープを実際に再生してみて、問題なく再生できれば使っていこうかなと思っています。はい、セッティングが完了しました。今回ですね、このアナログに接続して、そこから HDMI 出力でモニターに移してます。コンセントに挿すと、ここがスタンバイの状態で赤くなってますね。電源は問題なく入りますね。大丈夫そうです。パネルもしっかり表示されてますね。おお、ちゃんと開きますね。このテープ入れるところは結構変わってるんですよ。普通テープのスロットってこうテープ自体をこう押し込むようなタイプだと思うんですけども、これはね、DVD トレイみたいにこう出てきてここに載せるタイプなんですね。例えばさっきのこのスタンダード DV であればこんな感じで入りますし、この小さいミニ DV はここにミニ DV カセットっていうちょっと文字が書いてあるので、ここの部分に合うように入れてあげるとぴったし入ります。じゃあテープを入れたいと思います。もう一度このトレイを出した時のボタンですね、これを押します。じゃあ再生してみます。問題なく再生できてますね。大丈夫ですね。ファイヤーオークも、このコントローラー大丈夫そうですね。そうですね、操作は特に問題なさそうなんですけど、オンスクリーンで文字映っちゃってるんですよ。で、一応ね、ここのパネルの部分に表示をこんな感じで切り替えることができるボタンがついてるんですが、消すことはできないですね。で、多分ここ消すにはリモコンの機能でこのオンスクリーンを切るっていう設定があるので、それをしないと多分ダメだと思うんですよね。ダビングした時もこう映り込んじゃうんですよ。なのでちょっとこれ使うにはそのリモコンをやっぱ買うしかないですね。うわ、やっぱ本体結構まだ高いですね。えリモコン単体で2万円とかしてますよ。やば、ビデオデッキと変わんないじゃん。とりあえず、動作自体はですね、問題なくできたので、今後ですね、そのリモコンを買って、使えるようにするか、はたまたもうこの状態で、パーツ取りにするのももったいないんで、使える状態なのであれば、例えばこう中古で売ってみるとかですね、ちょっとどうするか決めていきたいなと思います。はい、実際に使ってみました。せっかくこうテープ読んだんですけどね、リモコンなくてやっぱこう、機能を使い切れないところですよね。他の部分をちょっと調べたりしてみてですね、もしリモコンが手に入れば、レンタルの機種にちょっと加えてみようかなと思ってます。その際はですね、リモコンでの操作ですね、さらにはちょっとこう中に入っている機能だったりももう少し紹介していきたいなと思います。はい、というわけでちょっと今回は簡単でしたけども、こちらのビデオデッキの動作確認をしてみました。このお話が参考になったと思う方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。